イヤーのロングスリーパー王に輝くのは一体誰なのか、師匠の軍、そして伊藤君です。皆さん大きな拍手でお迎えください。はい、2人はお友達ということで、ね、一緒に練習しているそうですが、ね、どうすればどうすればメダルが決していただきたいと思いますが、翔太君準備大丈夫ですか？大丈夫かな？ OK？ はい、それでは皆さんご注目ください。スピナーズカップロングスリーパーズの決勝ラウンド決勝戦、キープ右側、伊藤君、少しロングスリーパー傾いてしまったか、ストームタイガー、バーサー、フレームウィング。さあ、ストームタイガーのベアリングの方向が、あったかい音が聞こえる、キーという回転音。ストームタイガーの牙はフレームウィングに届くのか、フレームウィングに逃げ切ることができるか。さあ、フレームウィングのその翼が、おっと傾いてきた。どこまで記録を伸ばしていくか。ここでキャッチとなりました。一体記録はどうなったんでしょう。さあ、ジャッジタイムの記入をお願いします。それではタイムを発表していただきたいと思います。向かって左側、翔馬くんのタイムからいきましょう。翔馬くんのタイムは33秒67。そして伊藤くんのタイムは3秒92ということで、ジャッジ回り、伊藤くんの優勝です。おめでとう。さあ、それではこの後表彰したいと思いますので、一旦ステージの裏でお待ちください。はい、そういうことになりましたね。いやー、いい戦いですね。チーム栄養魂が強いので、それではファミリークラスと表彰式から始めていきたいと思います。それではステージの方までファミリークラスの準備からお願いします。そしてプレゼンターはトップスピナーの3名です。トップスピナーカモン。さあ、まず3位のペアにはですね、シュンより登場、並びにクロスドラゴンのブロンズバージョン、そしてイベント限定のクリスタルブラックバージョンも贈られます。おめでとうございます。そして2位のペアにはリュウイチから同じく賞状、そしてシルバーバージョン贈られます。そして1位優勝のペアにはペイよりスピナーズカップ、そしてイベント限定クロスドラゴンのゴールドバージョンが贈られます。おめでとうございます。これからもね、トップスピナーを目指してどんどん練習してほしいと思います。それではここで記念撮影を、あ、ちょっとインタビューしてみましょうか。それではですね、はい、優勝した、はい、それではマイスペンちょっとインタビューしましょう。はい、じゃあちょっと今の気持ちを。すごい嬉しい、すごい嬉しいです。じゃあ、はい、じゃあもう、はい、マイク取ったのー、取ったのーということで、これからも、はい、マイク練習してほしいと思います。それでは記念撮影したいと思いますので、真ん中にギュギュッと集まってください。はい、じゃあ1番、はい、それではこの真ん中に立っているあの、はい、カメラに向かってキープヨーソウルで笑顔でお願いします。せーの、キープヨーソウル。はい、ありがとうございます。それではファミリークラスの上位3名でした。大きな拍手でありがとうございました。はい、それではチャンステージの裏でお願いします。一般クラスの表彰に移りたいと思います。一般クラスのスピナーカモン。はい、それでは1位、2位、3位のスピナーは前へ並んでください。さあ、そしてですね、同じトップスピナーより商品が授与されます。3位のスピナーにはクロスドラゴンのブロンズバージョン、そして2位のスピナーにはシルバーバージョン、そして1位のスピナーにはカップ、そしてゴールドバージョンが贈られます。おめでとうございます。さあ、ちょっとね、1位の伊藤くんにインタビューしてみましょう。今の気持ちを。嬉しいです。嬉しいです。じゃあ、ロックスリーパーのコツは特にやりません。特にやりません。日頃の練習をね、しっかりすることが大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは真ん中にギュッと寄ってもらって記念撮影をしたいと思います。はい、それでは真ん中のカメラに向かって、よっ、キープ、よっ、ソウ。はい、ありがとうございます。一般クラスの上位3名の皆さん、皆さん大きな拍手をお願いします。
ありがとうございました。はい、そして当選者お相手はトップスナーのシュン、レイ、リュウジ、そして素敵な審判、ジャスティン、マーリン、そして司会は僕、MC、ユウでした。どうもありがとうございます。次のステージでお会いしましょう。この後はですね、トップスナーのデモンストレーションが1時間ですね。はい、次から待ってますので、皆さんそちらもご注目してください。それでは次のステージでお会いしましょう。バイバイ。